韓国の芸能担当記者、BTS、防弾少年団のファンからメンバー個人の活動や記録についての報道資料が毎日メールで届くことを明かして話題に。JBJ 校、所属事務所スタロードエンターテインメントを相手に起こした専属契約無効訴訟が9月3日に開かれることに。キョンミナの元カレ A さん、29日未明インスタのライブ放送で苦しみを訴えていたと報じられる。辛い。この件が早く終わってほしい。キョンミナと元カノに申し訳ない。二人に謝らなきゃいけないことはわかっている。だけどどうして僕がみんなに謝らなければいけないのかわからない。ブラックピンクジェニー。競泳ファンソンを SNS で応援。ファンソンは以前、ジェニーと一致のイェジのファンだと公言していた。先ほど行われた東京五輪 100m 男子自由形決勝で5位入賞を果たした。キム・ソンギュ、制作陣と競技の松 KBS 表裏不動を降板へ。事務所側は新型コロナウイルス完治後、降板を通告された年、KBS 側は一方的な降板通告は事実ではないと明らかにしていたが、円満に解決。女優クヘソン、フェミニスト論争に反論。私は、男性と女性の間に生まれた女性です。また男性を愛する女性です。現社会に所されたそれぞれの立場や主観的解釈によってフェミニストを嫌悪的表現に歪曲し、孤立させる雰囲気を感知し、私も女性なのでこれをただ眺めているのは難しいことでした。フェミニストは社会が女性に付与する慣習的自我を拒否し、一人の人間として独立的自我を実現するために動く人たちです。昔の社会が強制した地位や役割変化のための動く人であり、それによって機会や資格を得るために動く人たちです。これは男性と女性を二分するのではない。ただ女性として生まれ、人として生きるために動くことであり、女性に生まれた一人の人間としての権利を行使するため再び動くものであるため、フェミニストの意味が歪曲された象徴にならないことを望む気持ちで文章を残したのです。私たちはみんな自由です。キョンミナ、29日午前自宅で自殺未遂、知人に発見されて病院に搬送。